はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第16回かな。毎回わかんなくなるけど、でちょっとイベントを探していたところ、一旦マイホームに戻るとイベントが進むことが分かったので、ちょっとそこからやっていきます。ミカミックスさん、この子が選ばれました。これから深海へ行って大きな木になる。これもひとえにミカミックスさんのおかげです。どうもありがとう。ということで、草人はたくさんいるけど本当は1個だから、この子は僕、この子が大きな木になるってことは僕も大きな木になる。あなたのイメージがこの子をラブでいっぱいにしたから、この子が選ばれたのきっと。ラブってそのまま大丈夫って、本当大丈夫か。草木にとって空気よりも、水よりも空気よりも大切なもの、それはラブ。ラブをありがとう。そんなにラブしてたかな俺。こいつ救ってないしね、そもそも。みんなうちにいる人たちもみんなぐったりしてっから。で出ると夢の檻の中へというイベントが発生します。僕らただ好きってことだけでここにいる。深海へ行くのに、行きたいのに、僕がさらわれたって言って、とりあえずこれを追っかけていくのかな。でちょっと作成小屋に行きます。でこいつらがいるんだよね。それはできぬ相談、マナの機能がなくていい。こいつ誰、これなんだっけ、こいつなんか見たことあるような、ないような、わかんねえ。左のやつは見たことあるよね。もう円盤、マナの木など並んでいい。可愛い草人のままでいればいい。私は何百年も生きた。マナの木の覇権をめぐって起きた数多くの厄災を知っている。人が今までマナの木を使ったことがあっただろうか。正しい道のために、いやない、争いの種を増やしてはならん。確かに言われてみればマナの木なんかなくても生きてこれた。私に夢を変える力があれば何とかしてあげられるのに。マナの木の力に頼らず人の力だけで未来を築くことはできんもんでしょうか。てかなんでこいつらさ俺の敷地にいるの。なんかいる。ヌヌザクと話がある。君も聞くかい。まあ、聞きましょう。いやヌヌザク久しぶりだね。ポキール殿、ポキール殿ってなんだっけ、聞いたことあるような気がするけどもう忘れちった。草人は旅立つ時が来た、行かせてやってくれないか。ポキール殿、賢人はそんなにも争いがお好きなのか。蘇ったマナの木の力を争ってまた多くの血が流れる。マナの木なしでも生きてこれた。賢人の忠告とはいえ聞くわけにはいきません。マナの木がなくても人は生きていけるけど、マナの木があれば人はもっと豊かになる。誰も愛してなくても生きていけるけれど、愛すれば豊かになる。これは同じことなんだヌヌザック。誰よりも豊かになりたいと思うものは人を傷つけその人のものを奪うでしょう。心の平穏とは何も望まぬことになると信じます。マナの木は無用なものです。この世界にあるものだけで生きていく糧は十分耐えています。話がずれている。今君が見ている世界は宇宙のほんの一部。マナの木は無限の力、その力は本来人の中にあるもの。力は常に自分自身の中にある。マナの木に触れることで自分の本質に気づくだけ。人に足りないのは生きていく糧なんかじゃない、愛するということさ。愛する、愛が力になる。君が誰かを愛すれば君もその相手も満たされる。誰を愛すの、この円盤が。罪を犯したもの、あなたを憎んでいるも親しいものあったことないのか。そして自分自身、すべてを許し、すべてを愛し、すべてを理解したとき、すべては新しく生まれ変わる。欺瞞に満ちた言葉は私にはさっぱり。君はこの世界に正しきものよりも愚かなものの方がたくさんいると思い込んでいる。何かが起きたとき愚かなものと争うつもりいる。君は胸の中で負のイメージと争いながらそれを世界だと信じている。だが女神が作った命に愚かなものはいない。それを信じるだけでいい。君のイメージが力になる、君の言葉が世界になる。信じるだけでいい。現実は夢ではありません。そのようなことは叶いません。マナの木が蘇れば不死皇帝や炎帝ロンウェイのような輩が現れるのは目に見えている。全然知らんやつらだな。私は学生たちに本当の召喚術を教えなければなりません。それこそ世界は闇です。それは過去のこと、力で奪う時代はもう終わった。ヌヌザック、人の愚かさばかり見る君の生き様に光明はあったかい。マナの女神が与えた世界が苦痛に満ちているだけならそれは誰のための世界なんだ。
愚かは人事ではありません。愚かなるものは人という種族そのもの。それでいい。君の判断に従おう。待ってくださいポキール。なんだこいついきなり態度が変わったな。私は古い人間です。愚かな私の判断に委ねずとその手でひねり上げてください。なんだこれ。急に弱気になったなこいつ。天神殿の神のごとき力をお示しくだされ。全てに任せる。強いて言うならそれが僕の力だ。君が世界をめちゃくちゃに破壊し尽くしたとしても構わない。それでも僕は君を祝福する。ボキール殿。わけわからん。動けるか。動けるわ。確かに言われてみればこいつさっきの言葉と一緒だ。世界は何のためにあるか、人生は何のためにあるか、その答えを教えてくだされ。こいつも迷ってんだな。はちょ待って、どこだって夢の中みたいな感じになってる。敵が出てきた。そんなに強くはない。まあ、基本的にたまにやばい場面はあったけど、いやもうこいつ絶対勝てねえわみたいなのはなかったからな。基本なんとかなる。めでることのなんとかだな。いや違う、これ毎回毎回変わってんな。なんとか救う闇みたいな。一つの地域で決まってんのか。経験値、これは回収しよう。消えよ、あれ。いてえ。避けてきた。レベルアップ。今、レベルいくつそもそも。あれ、なんだ。終わったか。質問にか41、結構高くなってるな。ヒットポイントは528。目覚めへの渇望。こいつは倒すか。これでなんとかなる。ちょ、あ、回収しようと思ったらなくなってしまった。とぼけた人、また出てきた。何かわ、かわしてくるこいつら。違う、めんどくさい。ちょっと待って、めんどくさい羽目になってきた。この2人でさ、煙やられるとさ、マジでハマるんだけど。それでもまあ 10% 減ってないかな。なんか風星の帽子みたいなの手に入れたけど。信頼する。お、なんかいた。ん、ここどこ。マナの木を直しに行かなければいけない。たくさんの愛の光を集めてマナの木の壊れたとこを直すのが草人の仕事。ミガミックス、あなたに剣を与えます。目を閉じてイメージしてください。マナの剣を取得。ちょっと唐突すぎだな。しかもマナの剣ってアーティファクトじゃん。あれ、なんだ、変なのが生え出したぞ。夢の檻の中へ。終わり。早かったな。ただこれもだいぶクライマックスだよね。マナの剣って俺の武器じゃないんだ。さそう、家の隣。このために家の隣を開けておいた。おお、なんだ、めっちゃ流れ込んでる。これがマナの木か。我がマイホームの隣にマナの聖域がある。お隣さん同士だから。マナの聖域と、あれ、なんか消えたぞ。そういう世界か。いや、でもこれはもうだいぶ最後だな。マナの木を見渡せる丘。あれ、これはワープしていくのか。
全体が木なんだね。もうマナの木、マナの整形ようこそ。マナ、マナの女神は光、光そのものであるマナの女神は自分の姿を見れなかった。自分の姿を見るために光の一部は影となり、その陰影で女神は自分の姿を知った。そこから想像が始まった。女神のイメージだけでこの宇宙の全てが生み出された。宇宙の全ては元をたどれば光からできている。全ては一つにつながっている。ただ自分の姿を知りたいと欲したその気持ちだけが影となり我々を隔てた。つまるところ君は闇を憎まなくていい。それが分かればいい。君の言葉は力だ。女神は力で君に語りかけるだろう。なら言葉を受け止められるならここを登れるように。その言葉登ってこう。ちょっと登れん。こっちか。敵とか出んの？マナの木で。宝箱が置いてある。魔法の肉。まあ、ぽいね。敵がいるんだけど。一応魔物は救っているのか。これこっちもいけんね、よく考えたら。あ、ドラゴンがいる。さすがにそういう上級生物が生息しているか。一応取ろう。ちょっと痛い。ハッパーか。それなりに減るな、引っ張って。ドラゴンステーキ。それこそドラゴンキラーみたいなさ、なんか強そうな武器が欲しいんだけど。癒しの爪。あれ、これどこから来た結局。上に登ってった方がいいよね。敵が来た。ヘルコンドル。極楽鳥か。いて 3%。てか下に敵はいいんだけど、登ってくる前に型をつける。お前も切る。消えよ。もう金とかいらないよね。っていうか全然金使ってねえな。なんか下に登って降りてってね、天使の金。いやでもこっから上へ行けねえ。ちょっと待って、道が、あー、いけるいけるいける。上に行こう。とにかく上を目指そう。黒チョコボがいる。ちょっと待って待って、どこだ。こいつらずっとここに住んでたのかな。マナの木に。不思議な肉。マナのエネルギーがあればとりあえず生きてはいけんのか。聖域の門。え、なんかいけない。あ、いけた。え、どうなってる。マナの聖域、これ敵じゃね。意外に邪悪だな。マナ、魔物が救っているから。いって、やばいやばいやばい。こうやろう。やるじゃないか。いって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 。いまだにミスリルアーマーだからな。よくやってきたよな。一応2つあんな。こっちから行くか。エール。なんだ、物が分かんねえ。あ、こいつ攻撃力高いんだよね。ためなければ。お前も来たか。225。いや、なんかマナのさ、聖域にすげえいい武器とかないの。っていうかマナの剣が
モテるわけじゃないんだね。なんかドラゴン系がいっぱい出てきた。痛い。おお、さすがに経験値がすごい。ちょっと2、3個無駄にするかもしれないけど、それはしょうがない。いや、お前も倒しきる。竜の血。結局アイテムも全然有効活用してないよね。手に入れたはいいけど。鏡の破片。てかここでまだアイテムがあるってことはさ、なんか使うとこあんの？あいつ引っかかってんな。パックンチョコか。後ろから切る。何？やるじゃないか。まさか俺の羽目を抜けてくるとは。あれ？まだある。なんかあれ？なんだ。私は光、そして闇。あなたが戦ってきた闇のすべて、それは私の半分。私は永遠の創造、永遠の破壊、そして再生。私は愛。私のすべてが正義ではない。私のすべてが清らかではない。それは私の半分の姿。私の半分を求める者たちが正義の剣で人を通じて自由を奪い、真実を隠す。私の闇を見せます。それに打ち勝ち、英雄になりなさい。私を求める者たちに道を示すために。てか、なんで俺がやんの。意外に人型だな。いた。クソ、逃げてくんな。いや、来た。範囲が分かんねえかな。おおお、なんだ。おーおーおお、巻き込まれたら。え、どこまでこれ吹っ飛ぶ。あっちまで吹っ飛ぶの。何、タイミングによってはカウンターを食らうな。間合いを見て、間合いを見て、いつもの決まったと思ったら逃げよう。とりあえず遠くにいればなんとかなるんじゃねっていう。大丈夫。何、使おう。ライジングアタレクラッシュ。強え。もう初期の技だけどさ、攻撃力が高えな。さすがにこの携帯では終わんないと思うんだよね。マナの木の力を吸収して、お前の邪悪を俺が断つ。何も入んない。これなんか草人に生えてたやつだよね。マナの種か。僕草人、マナの木を直しに来た。ドミナンバーザール、マナの木が読んでいる。行かなきゃいけない。風が運んでくれる。マイホーム、全員集合か。どっから出てきたんだ。むちゃくちゃいっぱいいんな。こんなにいっぱいいたんだ。
え、ってかさ、ラスボスあいつだったの？これなんかもうマナの木修復されそうなんだけど。なんかちょっと迫力のないボスだったな。あれで終わりとは。どっちかっていうとドラゴンの方が迫力あったよね。え、だってこの流れからもう邪悪なものは出てこないでしょう。完全に修復されて終わりそう。あとはちょっと見てるだけかな。お前いつ帰ってきたんだ。またどっか行っちゃったよ。結局バドはコロナにかかったまんまだったな。ワクチンを持ってくることはできなかった。でも今のワクチン持ってきたかもしれない。サボテンが根っこでつながっている。僕らの本当の次元で僕ら一個なの。心がある人はみんなどっか行っちゃう。僕ら心ないからどこにも行かないんだって詩人のポキールが言っていたの。てかなんでニキータなんだ。クサビトいなくなった。こんなレアなら一匹ガメとけばよかった。おいらどうすりゃいい。好きな人に花の種をプレゼントしましょう。お、うちに来た。俺どこ行った？ちなみに僕らただ好きってことだけで今ここにいます。白バラちゃんどうすんだろう。結局うちでぬくぬくしてんのかな。コロナに感染する可能性があるからね。エンドロールが始まった。やはりあいつが最後のボスだったのか。全然そんな感じしなかったな。フィン。というわけでこれで終わりかな。マナの伝説というわけで、聖剣伝説レジェンドオブマナ、とりあえずまあ完走した感想ですね。戦闘自体はめちゃくちゃ簡単だったね。基本的に苦労することなかった。だってもう鎧とか全然さ、防具とか揃えてないのに基本楽勝だったからね。で剣も、まあ、適当にそこら辺で拾った鉱石作って、まあ、こしらえた武器でなんとかなったんで、まあ、戦闘自体は苦労することはなかったと思います。あと物語的にもう主人公の立ち位置とかちょっと全然分かんない。あの主人公の関係性が薄すぎて、もう何のために旅立ったのか、何のために戦ったのかで、なんでマナに選ばれたのかとか結局よく分かんないまま終わってしまったんで、ちょっともう少し、ね、まあ、主人公がちょっとね喋らないっていうねところもあったと思うんですけど、ちょっと物語との関わりが薄すぎるかなと思います。で音楽はいいよね。全体的にダンジョンの音楽とかはかなりレベルが高い音楽だったと思います。そういうわけで、レジェンドオブマナ一旦これにて終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の作品でお会いいたしましょう。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。